歌ってどうして人の心に染みるのでしょう。素敵な人の素敵な歌の数々をあなたに、日曜日の夜は歌謡スペシャルでお楽しみいただきます。今夜のお客様は、音楽への熱い気持ちを天性の声に託してひたむきに歌い上げる岩崎宏美さん、26歳、春旅立ち。 NHK 放送センター505スタジオから、私宇都宮みどりの司会でお送りいたします。皆様こんにちは、岩崎宏美です。今日は、私の好きな歌をたくさん、皆様に聴いていただきたいと思います。私も最後まで頑張りますので、最後までじっくりと聴いてください。お願いいたします。さあ眠りなさい、疲れ切った体を投げ出して、青いそのまぶたを唇でそっと塞ぎましょう。ああできるのなら生まれ変わり、あなたの母になって私の命さえ差し出して、あなたを守りたいのです。この街は戦場だから、男はみんな傷を負った戦士、どうぞ心の痛みを拭って、小さな子供の昔に帰って、熱い胸に甘えて、そう私にだけ見せてくれたあなたのその涙、あの日から決めたの、その夢を支えて生きてゆこうと、愛があるの。ある日あなたが背中を抜けても、いつも私はあなたを遠くで見つめている。マドンナ、今は心の痛み子供の昔に帰って、熱い胸に甘えて、どうもありがとうございます。岩崎宏美ちゃん、こんばんは。こんばんは。春ですね。春ですね。ひろみちゃんはね、今日は白いセーターに、左の袖が赤でしょ、はい、右の袖が黒、そして胸のところに赤い線があって、そしてまあスカートはもう大変鮮やかな赤
ね、春のお花みたい爽やかですね。ひろみちゃん、はい、今年で芸能生活歌手生活が10周年ですって。そうなんです。自分でもこんな長く続くと思わなかったんでねもうびっくりしちゃった10年はやはり長かったですか。短かったです。途中学校もありましたし。そうよね、はい、なんか学校の制服姿でスタジオに現れていたあの頃のひろみちゃんやそれから森まさこちゃんそうです、から同級生ですから。そう、うん、山口百恵さんの姿も思い出しますけれど。そうです ね、で楽屋に集まると3人でなんだか男の子の噂話にしてこういう人と結婚したいわとかって話してましたね。話してましたね。なんかもっと若いような、それでいてもっと上みたいな不思議な雰囲気がしますけど。私、あ、そうですか。妹が出てからはね、多分あ、岩崎宏美さんは吉美さんのお姉さんだからはるかに上だろうみたいな、ね、イメージがあるもんですから、年相よりも上に見られたり、またもうちょっと下に見られたりって感じ。ぴったり当たる人が少ないんです。さあ、ひろみちゃんは歌がすごくお上手だし、そしてよしみちゃんも歌手だし、はい、ご家庭はもう音楽一家で、ご両親はすごくお歌のお上手な方なんでしょっていつか伺ったら、母は音痴なんですとんでもないんですよ。音程がないんです。音程がないんです、はい、そう、そうするとひろみちゃんよしみちゃんがテレビだとかラジオで歌ってますでしょ、はい、そうすると厳しいのはお父様で、お母様は何ともおっしゃらない。父は何も言わないんです。お母様はおっしゃる。だいたいお家で会っても顔を見ると、はい、もう早く寝なさいってそれしか言わない。体のこと気遣ってくださってんで、母は、うん、今日の間ちょっといただけないわねとかって言うんですよそういう人に限って言うんですよそう、へー、そうするとひろみちゃんは何て言うんですか。あ、わかりました、黙って、別に反論する気も起きないという問題外みたいな感じですか。可愛いお母様ですね。ね、コロコロして。そう、でも今日はねその10年を迎えられました岩崎宏美さんのもういろんな歌を思う存分歌っていただこうと、こういうことです、はい、それではまず万華鏡、そして摩天楼、どうぞ。夢だと言って嘘だと言って幻だよとあなた、焼けつくこんな想い、ドアの隙間一部始終、あなた巻き毛にうずめられたマニキュア、首を横に振ってもダメなの、ショーウィンドウ万華鏡のよう、私を見る私がいるのよ、痛いほど熱い熱い、見る見るうちにこの通りは川になるわ、思いは乱れて知らぬ男たちの熱い視線にさらされても平気よ、今なら思い切り傷つくわ、どうせあなた私を嫌いね、私を見る私がいるのよ、頬紅が青く青く変わるのが映る
映る大人ぶった深い栗のラインが揺れる。思いは乱れてショーウィンドー万華鏡のよう私を見る私がいるのよ。涙と胸が胸が痛いほど熱い熱い。見る見るうちにこの通りは川になるわ。思いは乱れて。幻だよとあなた一人なの。夢だと言って夢だと言って嘘だと言って嘘だと言って幻だよと私港から見上げる都会を包むのは罪作りな雨。悲しみとあの時消えない言葉だけポシェットに入れて、訪ねたらバスルームから誰かの声誰かの声。 In the city I'm crying, crying, crying 地下鉄を乗り継いで。時は透かしへの街 Crying in the city。 誰とでも平気で付き合う、あなたにはきっとわからない。死ぬ日まで焼き付く傷跡、一人しか愛せない心。多分今頃言い訳の一つや二つ思いつく頃思いつく頃。 In the city I'm crying, crying, crying 信号が変わるたび。流れる人と走るカーチェイス Crying in the city。 私が死んでもこの
ビル街はそ知らぬ顔して動き続ける。 In the city I'm crying, crying, crying 過ぎ去った時間だけ。 In the city I'm crying, crying, crying 引き返せずに立ちすくんでる。 Crying in the city。 悲しみをポシェットに入れてあなたの部屋を訪ねたら、バスルームから誰かの声、そういった大人の関わりを聞いた後に、爽やかな恋心の歌もまたさらりとしたフェミニンな感じです。岩崎宏美さん、家路、そして夢狩人と続きます。ワインからの黄昏は人を子供に変えるわ。星を飾るみたいに灯しましょう。明かりを強がりのこの街も穏やかな横顔。お帰りなさい私のところへ、いつだって構わない。お帰りなさい開けてあるの優しさの鍵は。あなたは誰かに寄り道をしただけ、夢に疲れただけ。迷子の子猫を抱き上げた両手で私を抱きしめて。小さな頃パパを待ち改札口を見つめた。みんな会いに帰るって信じられた。遠い日あなたのために洗った髪ももう乾くわ。人は誰も孤独な罪人、許し合うことがない。思い出していつも私ここにいることを。ベッドのくぼみも風の吹く心もあなたを待ってるの。言葉の代わりに唇で許して、あの日の過ちを。お帰りなさい私のところへ、いつだって構わない。お帰りなさい開けてあるの優しさの鍵は。心もあなたを待ってるの。言葉の代わりに唇で許して、あの日の過ち
されても夢かるの一人きりでもバラになる女だもの恋しい人の名は風の音色で腰に巻いた絹をはらりと落とすその時から物語は幸せを操れる私のもの手慰みな仕草で心探らないでね涙ばかり好きな女だけじゃないのよ見逃してることもあるわ誘われても抱かれても夢かるのただ一度の巡り合い言われたくて悩ましげな罠を張る夢かるの迷い人の心まで虜にして濡れた素足さえが噂を呼んで珊瑚の髪飾り誰かの仕業深い海の瞳をした男たちままならぬ私の肌気持ち許し合うには言葉だけじゃ足りないだけどすぐに胸に指をかけたりせずにほっといても枯れないから抱かれても夢かるのただ一度の巡り合い生まれたくて愛されても愛されても夢かるの一人きりでもバラになる女だもの愛されても愛されても夢かるの一人きりでもバラになる女健太郎さんです。こんばんは、羽田さん。こんばんは。今夜のお相手は岩崎宏美さんなんですけれど、はい、お二人は、せーの、仲良しです。珍しいですね。二人で揃って仲良しです。あ、そんなに仲良しなんですか。ええ、はい、先ほどデビュー10年というお話ありましたけど、はい、彼女の一番最初のデビュー曲のレコードから。ほとんどの、ね、シングルも LP も僕レコーディングピアノを弾かせてもらってやっていただいてるんですで去年一昨年はリサイタルの音楽監督をしていただいたりとか、ね、それから、ま、レコードでもねそうですね今お話にあったリサイタルの時のねすごく印象的だったのはね一番最後にバーバラ・ストライザンドのねイエントルって映画がありましたねはいあれの主題曲でね
ピースオブスカイっていう歌が彼女最後の曲で歌ったんですけどね、これがまあ普通僕らが音楽の仕事やってましてね、歌手の人大勢いますけど、まずねこんな難しい歌はね敬遠するんじゃないかって思うくらいのね難曲なんですよ。それでやっぱりオーケストラの方練習してましてもね、すごく難しくてね、音が取れないよね音程が取りにくいんですよね。なんかそういう一生懸命やっていく中にどんどんこの成長していくっていうのを一緒にコンサートの仕事をしながらね感じました。ありがとうございます。言葉が出ないですね、そうしますと、そういうお二人でしたら今夜はまた素敵な何かを聞かせていただけるんでしょ。はい、ひろみちゃん外国曲が好きでね、よく歌うんですけども、外曲いい曲ばっかりですけど4曲こう集めましてね、かなりかっこいいモノローグを入れていただいて、モノローグ今日やっていきたいと思うんですけど、はい、なんかタイトル何で、これがね、なんと傷ついても、ステイゴールド。ステイゴールドって言いますと、金色のまんまそのままでとか、それから輝きを保ってとかっていうような意味ですよね。そうですね、その歌も最後に出てきます。スティービー・ワンダーがやっぱし歌ってましたね。そうです。そうですか。さあ頑張ります。それでは楽しみでございます。傷ついてもステイゴールド、羽田健太郎さんと岩崎宏美さんです。刺さったトゲは抜いてしまえばいいけれど、
心に突き刺さった思い出はとても無理ね。でもあの頃は素敵だった。彼と一緒にいるためだったら仕事も友達もみんな捨てる気だったもの。ジェシー、ジェシー、お願い戻ってきて、胸が凍えるのねえジェシー、部屋中に鮮やかなのあなたのぬくもりが、階段の明かりも消さずに待ってるのねえジェシー、戻ってきて。ジェシー、二人のベッド、一人には広すぎるわ。あなたの香り、ぬくもり、顔、眠り。階段にポツンと灯っている明かり、でも階段の上で膝小僧を抱えてじーっとあの明かりを見ていると、なんだか私今だけ悪い夢の中にいるような気がしてくるの。そう、今だけ。だから明日の晩になったらあの明かりが金色にキラキラ輝いてくれそうな気がするのね。明日からステイゴールド、ジェシー、明日からステイゴールド。輝き
風は冷たくて太陽は傾き深い秋でも私とあなたは燃えてる隠しても あなたの輝きが抱きしめてくれるの熱く ねえ 今のきらめきを思い出にしないで愛し合っていく限り美しい季節は傷ついてもステイゴールド決まりましたね。なんかね羽田さん、はい、私今のあの、まあ、傷ついてもステイゴールドずっと聞いていて、はい、岩崎宏美さんが大変こう素敵な大人の女性に成長なさったなって歌を通して感じることができました。ありがとうございます。でもこう高い声がこう力強くて気持ちいいですね。すごく伸びやかでね、無理がなくてね。ひろみちゃんも気持ちいいでしょ。自分がビーッと声がこう力強く高いところがビーッと出てパーチビーなんてジャーンって声が出るとどんなもんですか。お腹が減るもんですか。お腹減ります。歌手の方歌うとすごくお腹減っちゃうんですよね。ですから歌手の方ってあのお腹に贅肉つかないんですね。えあなたついてるのお腹腹筋を使うから。そうですね、腹筋は強いです。あそうだから贅肉はつかないのよって歌手の方よくおっしゃって、うん、あ羨ましいなって思ったんです。ピアノ弾いてるとお腹に贅肉ついちゃうんですねでもあの羽田さんね独立した今曲でしょ。メモリーから始まりまして、はいはい、そういったあの独立した曲を4つ集めてもこんな風なこうつながったこう曲ができちゃうっていうのは音楽は素敵だって思いますね。そうですね。今のスタイルは何だかこう組曲って言いますかね、一つ の, あのポエムストーリーみたいなね感じになってて不思議なもんですね、それぞれが違った曲でもね、うん、そう音楽ってそういう風にやっぱりこう結びつけるものなんでしょうかね。深いですね。深いです、はい、あのなんかねこうしばらくぶりでもこうご一緒に仕事するとねすぐやっぱりあこう一緒にピアノ弾いたりひろみちゃんが歌ったりしますとねもうなんか昨日一緒に仕事したねっていうような感じになるんですね。音楽って不思議なもんで羨ましいですね。どうかいつまでも仲良しで、はい、ありがとうございました。ございます。ピアニストの羽田健太郎さんでございました。さあそれでは再びひろみちゃんのオリジナルに戻りましょう。26歳春旅立ちにふさわしい歌を揃えてくださってます。まずあなたを思い出なんかにしないわ、私は待っている、そういった内容の曲ウェイティング。ここはいつも黄昏、あなたが去ってから晴れやかな朝の日差しも
私には夕闇と同じ、あなたの着られた白いシャツ、袖をまくって着るの、肩のあたり残る匂い気づかぬ顔して I'm waiting, I'm waiting、 どんなに離れても Forever, forever、 あなたを思い出なんかにしないわ、 I'm waiting for you。グラス並べてあなたと踊ったら、忍び寄るさよならの気配、さりげなく避けながらあの日、斜めに開けたブラインドが作る光と影、そうね愛と別れだってわずかな裏表、 I'm waiting, I'm waiting、 諦めたりしない Forever, forever、思い出なんかにしないわと強い愛を歌った後は、そーっと優しい女心を、愛している人の影になりたいというフレーズが印象的なシルエット。ブルーの服が多くなる、無口なあなたの隣で私も物静かになる、闇の内側で変わってゆく私、仕草まで似てきたわあなたに、シルエット You 日の当たる窓際であなたを待つのが好きなのよ、シルエット願う
愛は一つ愛してる人の影になりたい叱られてもいいわいつもそばにいたい気持ちだけ溶けてゆくあなたに愛してる人の影になりたい。こんなことが素直に言えたらたくさんの女性が優しくなれそうな。そばに置いて。休みでもいいのそばに置いて邪魔は決してしないわ優しい言葉をかけてくれなくても見つめるだけならばいいでしょう愛の深さが測れるものならば息を止めたまま眠り続けて死んでも歩く
だけでもいいの。振り向かなくても背中が見えてれば声かけて呼んだりしないわ。愛のわがままがそれでも昔に歌った歌でも今こんなに新鮮に歌えるってことはやはりもう本当名曲中の名曲だと思っていますので、私はやっぱり歌っていける限りこの自分のレパートリーを大事にして歌っていきたいななんて思っています。先ほどもお話しましたように今年で、10年目なんですけれども、本当に何の苦労もしないでここまで来れて本当周りの方に感謝しています。それではお別れに、私のこの歌の世界に入って初めての曲ということで、天まで響けというキャッチフレーズでした。その名の通り随分元気のいい歌で、この後歌うのかなと思うと息切れしたらどうしようって感じもなきにしもあらずなんですが、私のデビュー曲のデュエットを聞いて皆様とお別れしたいと思います。他に何もない。ただ秘密の匂い立ち込めるだけ。あなたが好き、本当に好き。二人それだけ。ただ小鳥のように繰り返すだけ。口づけするのなら素早く盗んで。どうさせないで泣いてしまう。誰かに少し妬まれそうなあなたと私の恋の時、私の手を強く握りしめ、もう離さないよと囁いている。あなたのため心をみんな見せてあげたいと、今切ないほどに私は思う。震えているけれど怯えていないわ。幸せが駆け巡り止まらないの。
ば秘密の匂い立ち込めるだけ。あなたが好き本当に好き二人それだけをただ小鳥のように繰り返すだけ。スペシャル岩崎ひろみスタジオライブ26歳春旅立ち、いかがでしたでしょうか。淡々とした姿勢の中に何かとても熱いものを抱いた岩崎ひろみさんにもう一度拍手を。火曜スペシャル、ピアノ羽田健太郎、構成杉則彦、司会は私宇都宮みどりでした。それではまた来週をお楽しみに。小僧を抱えてじーっとあの明かりを見ていると、なんだか私今だけ悪い夢の中にいるような気がしてくるの。そう、今だけだから、明日の晩になったらあの明かりが金色にキラキラ輝いてくれそうな気がするのね。明日からステイゴールド。ジェシー、
明日からステイゴールド。私たちを包み燃えてるわ、永遠の真夏のように。ねえ、今のきらめきを思い出にしないで、ひたむきに生きている季節を Stay go。 心の嵐が太陽を隠しても、あなたの冷たくて、太陽は傾き深い秋でも、私とあなたは燃えてる。あなたの輝きが抱きしめてくれるの、熱く。ねえ、今のきらめきを「続くの」「傷ついてもステイゴールド」決まりましたね。なんかね、羽田さん、私今の、 まあ、傷ついてもステイゴールドずっと聞いていて、岩崎宏美さんが大変こう素敵な大人の女性に成長なさったなって歌を通して感じることができました。ありがとうございます、でもこう高い声がこう力強くて気持ちいいですね。すごく伸びやかでね、無理がなくてね。宏美ちゃんも気持ちいいでしょ。自分がビーッと声がこう力強く高いところがビーッと出るパーチビーなんて、ジャーンって声が出るとどんなもんですか。お腹が減るもんですか。お腹減ります。歌手の方って歌うとすごくお腹減っちゃうんですよね。ですから歌手の方って、お腹に贅肉つかないんですね。えあなたついてるのお腹腹筋を使うから。そうですね、腹筋は強いです。
あ、そうだから贅肉はつかないのよって歌手の方よくおっしゃって、うん、羨ましいなって思ったんですピアノ弾いてるとお腹に贅肉ついちゃうんですねでもあの羽田さんね独立した今曲でしょメモリーから始まりまして、はいはい、そういったあの独立した曲を4つ集めてもこんな風なこうつながったこう曲ができちゃうっていうのは音楽は素敵だって思いますねそうですねあの今のスタイルは何だかこう組曲って言いますかね一つ のポエムストーリーみたいなね感じになってて不思議なもんですね、それぞれが違った曲でもね、そう音楽ってそういう風にやっぱりこう結びつけるものなんでしょうかね深いですね深いですか、あのなんかねこうしばらくぶりでもこうご一緒に仕事するとねすぐやっぱりあこう一緒にピアノ弾いたりひろみちゃんが歌ったりしますとねもうなんか昨日一緒に仕事したねってな感じになるんですね音楽って不思議なもんで羨ましいですねどうかいつまでも仲良しで、はい、ありがとうございましたピアニストの羽田健太郎さんでございましたさあそれでは再びひろみちゃんのオリジナルに戻りましょう26歳春旅立ちにふさわしい歌を揃えてくださってますまずあなたを思い出なんかにしないわ私は待っているそういった内容の曲ウェイティングここはいつも黄昏あなたが去ってから晴れやかな朝の日差しも私には夕闇と同じあなたの着られた白いシャツ袖をまくって着るの肩のあたり残る匂い気づかぬ顔をして I'm waiting, I'm waiting どんなに離れても Forever, forever あなたを思い出なんかにしないわ I'm waiting for youグラス並べてあなたと踊ったら忍び寄るさよならの気配さりげなく避けながらあの日斜めに開けたブラインドが作る光と影そうね愛と別れだってわずかな裏表 I'm waiting, I'm waiting 諦めたりしない Forever, forever I'm waiting, I'm waiting どんなに離れても Forever, forever あなたを思い出なんかにしないわ I'm waiting for you あなたを思い出なんかにしないわと強い愛を歌った後は
そーっと優しい女心を、愛している人の影になりたいというフレーズが印象的なシルエット。好みに合わせてブルーの服が多くなる、無口なあなたの隣で私も物静かになる、鏡の内側で変わってゆく私、仕草まで似てきたわあなたに、シルエット You窓際であなたを待つのが好きなのよ、シルエット願いは一つ、愛してる人の影になりたい、いつもそばにいたい、気持ちだけ溶けてゆくあなたに、シルエットあなたと私、生まれる前からの絆が、日の当たる窓際であなたを待つのが好きなのよ、シルエット願いは一つ、愛してる人の影になりたい。こんなことが素直に言えたら、たくさんの女性が優しくなれそうな、そばに置いて。休みでもいいの、そばに置いて、邪魔は決してしないわ、
優しい言葉をかけてくれなくても見つめるだけならばいいでしょう。愛の深さが測れるものならば息を止めたまま眠り続けて死んでも構わない私の魂は悲しでは生きてはゆけないから、私に歌った歌でも今こんなに新鮮に歌えるってことはやはりもう本当名曲中の名曲だと思っていますので、私はやっぱり歌っていける限りこの自分のレパートリーを大事にして歌っていきたいななんて思っています。先ほどもお話しましたように今年で、10年目なんですけれども、本当に何の苦労もしないでここまで来れて本当周りの方に感謝してます。それではお別れに、私のこの歌の世界に入って初めての曲ということで、天まで響けというキャッチフレーズでした。その名の通り随分元気のいい歌で、この後歌うのかなと思うと息切れしたらどうしようって感じもなきにしもあらずなんですが、私のデビュー曲のデュエットを聞いて皆様とお別れしたいと思います。
立ち込めるだけ。あなたが好き、本当に好き、二人それだけ。ただ小鳥のように繰り返すだけ。口づけするのなら素早く盗んで、返事などさせないで泣いてしまう。誰かに少し妬まれそうなあなたと私の恋の時、私の手を強く握りしめ、もう離さないよと囁いている。あなたのため心を皆見せてあげたいと、今切ないほどに私は思う。震えているけれど怯えていないわ。幸せが駆け巡り止まらないの。何かを言うと涙になるの。あなたと私の他に何もない。ただ秘密の匂い立ち込めるだけ。あなたが好き、本当に好き、二人それだけを。ただ小鳥のように繰り返すだけ。スペシャル岩崎宏美スタジオライブ26歳春旅立ち、いかがでしたでしょうか。淡々とした姿勢の中に何かとても熱いものを抱いた岩崎宏美さんにもう一度拍手を。どうもありがとうございます。火曜スペシャル、ピアノ羽田健太郎、構成杉紀彦、司会は私内海みどりでした。それではまた来週をお楽しみに。